ルナオービター1号は、ルナオービター計画の一環として、サーベイヤー計画とアポロ計画の着陸地点となる、月の地表の平らな部分を探す目的で打ち上げられた宇宙船である。月面測量や放射線の強さや、流星人の衝突のデータを集める機能もあった。1966年8月10日19時31分、アトックに宇宙大気軌道に入り、 20時4分に月に向けた再転火が行われた。途中、同表となるカノープスを一時的に見失ったり、オーバーヒートしたりしたが、月を参照として後攻に切り替えたり、宇宙船を太陽から36度傾けることで乗り切った。ルナオービター1号は、打ち上げから92.1時間後に、月の赤道付近の楕円軌道に入った。当初の軌道は、 近点 189.1km、遠点 1866.8km、軌道周期3時間37分で、軌道傾斜角は12.2度だった。8月21日に金月点は 58km に、8月25日には 40.5km まで下げられた。8月18日から29日まで画像の撮影が行われ、 9月14日に読み出しが行われた。月面の500万平方キロメートルにあたる合計42枚の高解像度の画像、187枚の中解像度の画像が撮影されて地球に送信され、ミッションの75%が達成され、また、この時、月の距離から見た地球の写真が2枚初めて撮影された。しかし、最初の頃に撮影された、 公開像度の写真は不鮮明だった。ミッションのその他の実験では正確なデータが得られた。追跡された軌道は月の重力のためにわずかにような仕方をしており、流星陣は検出されなかった。1966年10月29日の577周目に月の裏側の北緯7度、統計161度の地点に衝突した。予定より短命になったのは、 自動制御ガスの残量が少なくなったことや、その他の劣化のためで、マ、ま、タルナオービター2号の通信への干渉を避けるためで、ある。ありがとうございます。